ワクワクライブトークで、本日第12回目開催したいと思います。本日はですね、こちらの書籍ですね、なぜレストランのメニューで3行目を選んでしまうのかで、フードビジネスコンサルタントの宇治家修太さん、右側の方でございます。お越しいただきましてありがとうございます。それとですね、こちらの本の、編集をご担当いただきました粕谷大輔さんにお越しいただきました。これからですね、こちらの、なぜレストランのメニューで3行目を選んでしまうのかについて、お話しいただきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。ディスカバークリエイティバーの粕谷と申します。この本の、編集を担当させていただきました。お配りしている資料をご覧になっていただくとですね、2枚目にこの企画書のようなものが入っているんですけれども、これが最初に、私から宇治家先生に本採用の部分に違ったりしております。そもそもですね、宇治家先生はさっきご紹介があったレストランをいかにして流行らせるかというレストラン誕生教員とありますけれども、それレストランのコンサルティングをされたり繁盛させるための講演をよくなさっていまして、私もその講演を聞きに行ってですね、そこで出たレストランのメニューが上から3行目が一番売れるんだっていうお話を伺って、このタイトルがまず頭にあって、でこの提案書をお送りして書いていただいたという経緯があります。で今日はですね、先生にいくつかテロップを作っていただきまして、それをもとに内容のお話などをさせていただきたいと思っております。はい、こういったテロップを作っていただいたんですけれども、まずですね、丸に入る文字は何でしょう。震災後の三大テーマとあります。一番は何だと思いますか。はい、絆。はい、じゃあ小林先生、じゃあとりあえず、全部言っちゃいます。自己紹介したらいいんだろうって ずっと待ってはい、2番目は一文字なんですね。はい、はい、嘘深い食の意識変化。はい、次3番は、はい、お話をさせていただきたいと思います。はい、改めまして、フードビジネスコンサルタント空間プロデューサーの宇治家です。よろしくお願いします。まあほとんどマイクなくてもですね私営業公開じゃないかと思ってるんですけどよく読んでいただけたなと思いながらですね、お話をしていきたいなと思いますが、いつも講演やってまして、まあ、本も一応いいんですけども、本よりも講演、あ、本当に音量が下がりましたね、今ね。あれ読んでいただくだけでね、すごいなと思ってお話をしてますけども、ちなみに、これは私じゃありません。間違えられましたよ。よく間違えられてですね。名前が載ってます。こっち本物の外人ですから。私は偽物ですみたいなことなんですけど、日頃ですね、講演なんてお話もさせていただいてまして、今日、こういう、ね、10人お話しするってこともなくはなくてですね、普段、若い人の前でお話しするとか、いろんなね、ニートの方の前でお話しするとか、もちろんいろんな、講演会でね、200円300円とかお話しするっていうのはあるんですけども、今日一番何が今日失敗してきたかって言ったら30分しかないですね。大体自己紹介で30分ぐらい喋ってますから本の宣伝しないまま終わっちゃうんじゃないかなということと、私週1回ここで買ってるんですね。そういう 毎週買ってるとこで来て喋るっていうのもすごいなと思いながらお話をしております。ということで時間がないのでさっさとお話をしていきたいなと思いますけど、まあもともと震災後テーマっていうところからこの本もね、出版していこうかなっていうふうに考えてました。もともと実は4年ぶりとか、そんな感じなんですね、本を出版するのが。もともとはどうしても、しゃべることとか、まあ、テレビなんかも非常に多いので、なるべく生でお話をしていこうっていうのがずっと、頑張ってきたんですね。ただその中でやはりもう一回活字に
していこうということと、やはり我々の飲食業界やサービス業界にしてもやっぱ非常に厳しい、ね、それこそここに書いてありますけど、3年以内に7割の飲食店が潰れていく、そうでしょ、多分2008年とか9年10年ぐらいの飲食店を紹介している本を買うと半分ぐらいなくなってる。だから今年ね12年度版を買って帰っていただくとなってくるかと思います、まあ、これ営業はね、ここら辺にしておいてと。でもね、実際本当に3年で7割が潰れてる。その中で ずっとですね、震災後の復興の支援なんかもずっとやらせていただいてたんですね。それはやっぱり飲食店がやはり日本全国でね、皆さんご存知の通りいろんなテーマがあって、巣ごもりがあったり店すごくあったり、なかなか飲食店来てくれない、飲みに行くんだってみんな控えてしまう。でこれでやっぱりダメだろう。それと焼肉の問題もありますよね。で今回はもちろん放射能の問題もあって、やっぱり食に対してやっぱ非常に厳しくなってきた。そう考えてくると飲食店の売り上げも激減してる。でマスコミやいろんなところで言われていたのが 90%、ね、10% ダウンですよ、 5% ダウンだよって言ってるんだけども、実際にほとんどの飲食店は個人店ですから、そのほとんどのお店はもう5割減ぐらいなんですね。ですから実際そのマスコミに出てる話であるとか、と比べると減数は全く違う。それこそ3年7年潰れる店がどん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 潰れてしまうと。ということでやはり食の意識をやっぱり変えていかなきゃいけないし、その在り方を変えていかなきゃいけない。地産地消だって話があったって、ほとんど飲食店の経営者っていうのはその食材も見に行かなかった。だそれが今だいぶ見直されてきて、その中でやはり飲食店がどうあるべきか、ね、それこそ食と食、ね、人と人、コテコテのビジネスでしょ飲食店っていうのは。で文化も司ってる。そういう中でやっぱり飲食店が今どうあるべきかってことの中を、まず自分のビジネス的に言えばね、仕事的に言えばそれが非常に問題になってというから始まってきました。ですから今いわきでね、復興飲食堂とか復興をテーマにして一生懸命飲食作ってます、ね、もちろん4大、苦悩があった、地震があって津波があって放射能の問題があってと、その中で頑張っていわきなんかも立て直してきた。まあそれがやはり、まあ、飲食に限らずやっぱり我々のね生活そのものにテーマになってきたので、ぜひ飲食に限らないでね、今回は、テーマをこれに関してねやってきました。それとずっと読んでいただくと、実は、まあ、恩を送りたい、ね、今日ツイッター見てきていただいている方もいるんですけども、まあ、実際に亡くなられた方もいっぱいいらっしゃいましたし、実際うちのクライアントも、私も今まで飲食店を約、4000近くね使わさせていただいて、まあ、スイーツに限らず飲食店に限らずいろんなビジネスでそれをやらせていただく中でね、やっぱ多くの方が被害に遭ってしまった。その中でやっぱり恩を返そうと思った時、やっぱりもう相手がいなかったり、そういう状況がありましたのでね、ですからそういう意味で今回は恩を送りたい、そういうことで本を書かせていただきました。でちょっとね、もうどんどんお話させていただくと、まあ、絆、食の意識変化、シンプルと、これまさしく、私の本だけに限らず、はい、ありましたね、今本がどんな本でもこれがテーマになっていると思うんですね。まあ特にシンプルなんていうのもね、よく私も言ってるんですけども、まあ、片付け関係の本であるとかシンプルって本なんかも非常に売れてますけども、またちょっと切り口は違いますよね、私が言ってるのは。ですからもちろん片付けで記念しましょうっていうのも大切だけども、シンプルがねやっぱ無縁社会になっちゃいけないね。もう人をね切っていきましょう、ね、人の環境を切っていきましょう、物を捨てればいいやって発想ではなくて、やはりこれからよく言ってるのはフリーですよ、ね、やっぱり企業に勤めてもね、一生働けるわけでもないし、ね、旧社会的な経営システムが壊れていく中で、やっぱりもちろん会社が我々は育ってくれなくなったと。その中でやっぱり一人一人がフリーになってきたんだと。これはもう契約が自分の中で守られてもなくなってきて、個々のやはりこれからの意識であるとか判断であるとか方法をきちんとやっぱり見出していかないと、やっぱり、今の中でねやっぱ勝っていけない。ですからそういうことを含めて、まず絆とかこのシンプルっていうのは何かって言ったら、実はまあ本買っていたことがあるんですけども、エシカルっていうキーワードで書いたんですね。エシカルっていうのは倫理的な意味っていうことなんですけど、ではさっき言ったように、地産地消であるとかね、若い人が、高級車に乗らなくなってエコカーに乗っていくと、まあそういうところが一つのものすごいテーマになってきた。ですから例えば飲食店が行っても宣伝しても全然結果が出ません。でそれこそ、具体名はあまり出さないかもしれませんが、安売りのクーポン券ももう雑誌もなくなりましたよね。でネットでいくら安売りしても全く反響がありません。で特に今の時期だと私もいろんな連載をねやらせていただいてるんですけども、例えば来年の抱負、飲食店はどうですかっていう、やっぱり一つが、まあ、構造改革をしていきましょうと。飲食店もサービス業で簡単に言っておくと、やはり今まではね売り上げが30坪の店だったら900万800万いってたんです。
今は30坪のお店月商200万がしかいない。それどうなるかというと、理想的な数字ってあるじゃないですか。人件費が 20% ですよとか 25% ですよ、原材料が 35% で 30% ですよと、まあそういうふうに考えていくと、じゃあ200万の売上で 20% で40万で人件費できるかってできないでしょ。だから何言ってるかというと、昔は売上市場主義で売上いっぱい上がればよかった。それこそ昔のおやさんはね、腹巻き巻いて、ね、売上があったらそのままスナック飲みに行ってたんだけど、今ストーンと落っこっちゃって、ね、スタッフのお金があって材料費であるわけですよね。ですからそういう意味もあって、今はとにかく売上を上げるだけではなくて、同時に経費も下げなきゃいけない、ね、原材料が 35%、32% ですよ、人件費が 20% でいかないから理想的は 30% ですよ、そういうものを全部足して 110% いっちゃうんですね。だからそんな時代なんか何を言ってるかというと、要はやっぱり付加価値を出さなきゃいけない。ひたすらいいものを出したって、料理を美味しく出せって出したってね、サービスを良くしろって言ったって売上全く上がらないんだもん。これがアルバイトの店長とオーナーでね、社員だって別にアルバイトバチつけてるわけじゃないから、ね、お客様からしてみればみんな同じスタッフですよね。このやっぱり理由を言えない限り絶対上がってきません。それ小3級レターかけ、これ書きますけど、3級レターかけしたって、3級レター送ったって反響ゼロ。誕生日のレターしたってね、大手のファミ、あのね、あるファミレスさんはね、売り上げの4割も誕生日レターがあるっていう。でも我々がいくら送ったって反響ゼロですよ。ね、で我々はどういう会社かというと、シンクタンクの会社なので、いろんな情報を調べて発表していくんですね。ですから例えば3ヶ月内に2回来たお客様と、来なかったお客様は2年後に 5.4 倍も残っている率ですが、2ヶ月内に3回来たお客様と来なかったお客様は2年後に 10.4 倍も違うんですね。だから飲食店は2回目が大事なんだけど、実際みんな考えてほしいのは、皆さん考えてほしいのは、実は飲食店3割新客、7割リピーター客で、しかもいろんな経営者に聞くとね、いつもに 1.5 倍ぐらい早く喋ってるんですね。45分分は30分話さなきゃいけないので、息が切れる。先生でも45分でも大丈夫ですよ。あ、そうですか、はい、皆さんもちょっとゆっくり、はい、聞いていただきたいと思うので、あまり気にせずに、にすごい勢いで睡眠時間がいつも短いのでですね、喋り出すと息を吸うことを忘れてしまいます。でもね、実際そうなんですね。3割が7割リピーター客なんだけど、いろんなじゃあセミナーをやって事業計画を考えて、いろんな数字を考えていくと、みんな必ず言うことは、うちのお客様は年3回来るんだ、4回来るんだ、2ヶ月に1回来るんだって言うんですね。でもよくみんなに考えていただきたいのは、じゃあまあ経営者だとね、みんなそう言うんです。じゃあ実際問題、じゃあ2ヶ月に1回来るってことは年6回来ますよね。そういうお店がどれだけあるかってことですよね。皆さん年6回行くお店がどれぐらいありますか。吉野家に行って、あ、スナックも入れてくださいね。ね、まあ、ちょっとした魚種のあたりも抜いてもらって、ちょっとした、ね、レストランとか洋食屋さんとか居酒屋さん、ダイニングで年6回行くお店ってあんまりないですよね。逆に言えば1回だけ行った店っていうのは誰でも100人あるんです。そうでしょ。じゃあ皆さんの高校3年生の修学旅行の3日目の夜、どこ食べたか覚えてますか。覚えてないでしょ。でもそれ1回だけですよね、行ったのは。少なくとも子供の時から、ね、お母さんお父さん連れてもらった飲食店、今日だってね、私は今日3階、高島行った3階のカフェだ、多分1階だけだと思うんですね。でも本当に子供の時からいれば、本当に300、500回、600回って皆さん行かれてるんです。これが現実なんですね。だから2回目がないわけです。それなのに飲食店はとにかくね、新規ばっかり今まで呼ぼうとして、でも3割しかない。で7割がリピーター客で、その最大点率も7割、7割が7割になればお客様はどんどん来なくなる。でもそれはいろんな意味で、今言ったように付加価値を高めていきましょう。売上を上げるだけではなくて、経費を下げていくイコール、やはり一つの我々の行動ややり方によってどれだけ利益を出していくかということを常に考えなきゃいけない。これ飲食店だけじゃないんですね。ですから今言ったように回数だってそんなあるわけじゃない。だからこれいろんなヒントを書いてるのが、例えば産休レターもそうですよ、ね、飲食店なんで書くかって、ね、皆さんありがとうございます、ね、お越しいただきましてありがとうございました、おかげさまでこの地にお店を出店して1年になりますと、どうぞ皆さん下記のクーポン券をお使いくださいませ、ね、皆さんのお越しをお待ちしております、スタッフ一同、これじゃ絶対来ないわけですね。じゃあ我々どうするかって言ったら、共通語を探していこう。これもいわゆるエシカルと同じです、ね、共通語を探していこう。これどういうことか、ね、我々は、まあ、お客様との共通語、距離感、これを縮めていきましょう。これが共通語だと。例えば産休レターは我々こう書きます。あ、田中様た、ね、ありがとうございます、ね、この間お越しいただいてありがとうございます、パスタ多かったですか、ね、90g 70g 出した、ね、今度田中さんにいらっしゃる時にいつものパスタって言ってください、そしたら少なめに出します。このいつものパスタが共通語になってくるんです。では例えば、あ、田中さんありがとうございます、入り口ね寂しかったですか、早速花瓶に花飾ってきました、
ぜひ見に来てください。ね、そう言われたら来ますよね。誕生日だってそうじゃないですか。誕生日のレターだ、何度送ってくるんだ。いや、伝えとかね、そういうのは伝えたりあれですね。すいません。レンタル、ビデオとかね、そういうんだったら、それはそれで500円割引とかだったら嬉しいかもしれない。ね、それこそ、ナビね、ナビを書いてますね。はい、ナビなんかもね、ナビの割引なんか送ってきます。まあ、ナビは500円券っていうのは送ってきたんですけど、実際一体2万円ぐらい引いてくれたんで、あんまり意味はなかったですけど、まあそういうのは嬉しいかもしれない。でも、実際、じゃあ、我々がね、飲食店でその誕生日のネタを送ってくる。それそうでしょ。例えば私が送ってくる、宇治家様、誕生日おめでとうございます、ね、フルコースフランス料理が2万円を、ね、誕生日だけ1万8000円します。あんまり意味ないですよね。うわよかった、ね、フランス料理2万が1万8000円だって、カスヤさんって、やっぱり言えないんですよね、飲食店の場合。でもこれを平気でやってしまうわけですよ。だったらなんで大切な人の誕生日聞かないんだって。そうでしょ。お母さんだったらお子様の誕生日聞く、ね、彼女だったら、彼女やってくれないけど、彼氏だったら彼女の誕生日を聞く、ね、お母さん誕生日おめでとうございますと、お子様のね、お子様の誕生日おめでとうございます、お子様のキッズメニュー作りました、お祝いを、一緒にお母さんお祝いしませんか。そしたら来ますよね。で少なくとも4人5人聞けるわけじゃないですか。お父さんお母さん上司部下、ね、部下はまあ大事ですね、部下もね、お友達彼氏彼女、そうですよね。ですからそういうところのやっぱりちょっとしたやっぱりやり方を今までの飲食店で全くやってないし、他のビジネスだって全くやってないんですね。この意識変化とか方法とかこのエシカルがやっぱり商売にものすごいやっぱ響いてるわけじゃないですか。だから私もいろんな事業を、ね、マスコミでは成功企業にって言われて、もういろんなビジネスを成功させてきましたけども、やっぱりその切り口が特にこの震災はものすごい大事なので、だから絆や、それは感動ビジネスだ、感動をね、検索すれば 5億3000万件もグーグー出てくる、感動ビジネスは未知総合研究所で5兆円ビジネスだと。でも感動だってサプライズだって私は 3.0 って書いてあるけど、ね、仕掛けるだけじゃもうどうしようもないですよね。びっくりさせて誕生日おめでとうございますとか、いらっしゃいませって大きい声で言ったってお客様は来ません。特に今はね、もちろん安いだけでもないし、ね、もちろんプチリッチだってテーマもあるしね。でもやっぱり行く理由をきちんと我々が提案できること、これが利用動機だとか、お店の在り方とかやり方とか、これが共感であるとか、これ全部同じこと言ってるんです。だからシンプルもやっぱりこの中で意識変化があった中で、やっぱり我々のビジネスがどうあるべきか、だからそれはやっぱりさっきも何回も同じように言ってますけど、我々がどういうお店だって、それをどういうふうに伝えていくんだっていう伝達方法をやっぱり考えていかないといけない。で次の問題は言う前にちょっと重なっちゃうんです。もう一個だけ言っとくと、だからそういう意味で宣伝を来年変えていこうなんて話もしてるんですよ。これ書き、ね、例えば今まで消費者心理ってアイドマだったでしょ。アテンション、インテレスト、インテレスト、デザイアになって、メモリーになって、アクションだとよく言われることで、愛しつつもよく言われてる、この興味を持って記憶をして行動に、だから SEO 対策をして一生懸命ネットに比べられて選ばれてと。でも一番の違いはメモリーがなくなってるわけですよね。記憶がなくなってるんですよ。私が若い時はね、私も44歳になったので、若い時は一生懸命ね、あるね、雑誌の名前言っていいんですかね、はい、花子をね、若い時一生懸命読んでバイブル誌だったから、で一生懸命記憶して彼女を連れてったわけですよね。今はその記憶がなくなった。どこにされたって言ったら、やっぱりデバイスにされていく、ね、携帯電話やパソコンにされていく。でいっぱい記憶を簡単に自分の頭じゃなくてデバイスにするから、何が問題かって言ったら、取り出す方法を誰も言ってないです。今このデバイスに入った記憶をどう取り出すか、それを誰も言ってないし、ね、専門家の方々も言ってないんです。それを我々はどうやって、どのタイミング、どの内容、どういうやり方で、やっぱりきちっとやはりそこに仕掛けをしていくから、ちゃんと取り出されていくんです。でそのヒントを特に書いたつもりではあるんですけども、ですからそこも大きな変化がありますという中で、ちょっと次のせっかくテロップを作っていただいたので、10人中9人に○○○○これ文字数ってことですよね。まあそうですね、特にレストランレストランは10人中9人に、はい、そちらでお下げるとか、これちなみに私がよく、私のこのメッセージはよくクイズに出るんですよ、テレビの。ほとんどの方が当たってます。どうしろみたいな、どうしろみたいなことですね。どうあれですか、冗談じゃない。嫌われろ、はい、
10人中9人に嫌われた方がいいですか。いや本当に嫌われてたらね、どんな人だということなんですけど、まあちょっとわざとねそういうフレーズで言ってるんですけど、まあ逆にね10人中9人好かれたらどうかなってことをいつも言ってるわけですね。だからもっとまあ逆の言い方をすれば、10人中1人2人3人好かれていきましょうっていう話です。飲食店はね意外と経営をやってるとみんないろんなことをおっしゃいますね。え例えば和食で何でパスタ置けねえ、ワイン置け、焼酎置け、みんないろんなことを言い出しおっしゃいます。で意外といろんな経営者の方はそれを真に受けてですね、いろんなものを出し出すわけです。これが結構飲食店ですね。まあ実際我々の個人店レベルで考えていくと、でもファミレスはファーストフードじゃないですしね、あの大衆居酒屋じゃないですから、もう本当に出す量も規模だって仕入れだって勝てないわけですからね。だとしたら我々の生きる道っていうのは10人中1人2人3人好かれていこうじゃないかとね、まあ、そういう意味でこれいつも使ってるフレーズです。でもこれも実際言ってることが同じで、例えば今回数が減ってるんですよ飲食店、特に客単価下がってないんですよ。それは14年前からそうなんですね。で特にここ1年間で進んできた動きっていうのが、例えば270円居酒屋、280円居酒屋、私もいろんな雑誌で絶対成功しないって言ってるんですね。別に客単価は下がってないんです今も。ただちょっとその今までが1500円2000円だった客単価のところが2500円に上げてきて、5000円6000円が4000円下げてきて、みんな3000円4000円とかで集まったのが今までの客単価戦争って言って、飲食店が今まで苦しんできた理由で、それが今度はちょっと二極化してきたんですね。それがプチリッチ、ちょっとおしゃれなワインね居酒屋行ったりそういうものに行こうっていうことと、夜ランチって言って、あの夜にねお酒を飲むんじゃなくて、まあそこの理由があって、夜ご飯を食べながらちょっとお友達とビール一杯飲んで帰る。それと安売りも結果的には安売りしたところで回数がそんなに増えてるわけじゃないので、なかなか逆転がしないというところが非常に苦しんできたと。ということで我々はじゃあ10人中9人好かれるようなことやったら、さっき言った費用効果も含めてねやっぱり出てこないということで、まあそれこそ簡単に言えばオール3店よりもね5店1店1店目が特徴の店を作りましょうと。なぜなら2位の専門料理店がファミレスを超えたからですよ。1位になったからです。もちろん二極化してるけど、だからそういう意味でもっと簡単に言えば、さっき言ったようにね家族で来るならここ、上司部下で来るならここ、お友達で来るならここ、デートだって普段のデートなのか誕生日のデートなのかプロポーズのデートなのか、そういう利用動機とかよして言えることですよね。だからお店作りっていうのは、あるお店やビジネスっていうのは期待を持たせていきましょう。さっきから言ってるのはその期待をどういうふうに作ってどう伝達させていくんだと、そしてそれをきちんと伝えられて我々がどう答えていくんだ、そこに費用対効果があるんだと、付加価値も作っていくからこそ利益は逆転するんだと。だからそれがよく言ってるのは全部同じ、期待度数に満足を点数なんて話が書いてありますけども、これもそう。例えば私がスターバックスで研修やってる時にスターバックスの店長に全員聞いたんですね、期待度数いくつか、スターバックスは53ポイントです、そういう表があるんですね。で片や中華料理で高級ね平地色の店長に全部つけてもらった。そしたら期待度数表が期待度数が82だった。でも両方ともお客様いっぱいじゃないですか、期待度を割いていくかってことですよね。例えば歩いたら80ポイントだった、満足が。じゃあ片やフランス料理隣の駅まで行って1枚も払う、だから期待をこんなにしていくわけですね。100をしていく、でも満足は80しか与えないかって、どうなるか、同じ80でも意味が違うわけですよね。だからそれがお店作りだし、我々のどんなもちろん生活や恋愛のも含めてそうなわけですよね。だからそこはやっぱきちっと考えなきゃいけない。だから悪い例でいけば、例えばね飲食店の場合は月商20万とか30万とかあるんですよ。例えばこの今からお話するところは実は60万円の居酒屋さんがあった、カウンターだけで親父さんが8巻き巻いてね一人でやってる、なんとか15万ぐらいの給料が取れてなんとか頑張ってやってる。でね、ある時にね、たった1回の人生だからって月商80万に上げた、どうなったんですか、赤字になっちゃうんですね。なぜならもう一人雇うからです。もちろん損益分岐では飲食でないんです。斜めに線引きながら利益を出しながら上がっていくんです。250万で50万利益だったのが300万だと30万になる、なぜか利益が減っちゃう。それはそうじゃないですか、オープンして1日3ヶ月で半年1年2年3年毎日その角度だって波だって変わっていくんです。今サービスよくするのかしないのか、内装変えるのか変えないのか、ルール変えるのか変えないのか、そうそうそう、オープンしたら1日目は内装が一番綺麗だけど能力が低い、2年経ったら今度は内装が汚くなってね能力が高いかもしれない、もしかしたらアルバイトにソース缶食って食らってるかもしれない。だからこれが飲食店なんですね。だからこの期待にどれだけ満足を応えていくか、これが我々の今本当にどんなビジネスも共通していることなんです。でちょっと時間がないので、例をね一つだけお話をしたいな、まあせっかくなので期待に対してどれだけ満足を与えているか代表例いっぱいあると思うんです。本見てもらったら代表格がディズニーランドとリッツカルトンですね、いっぱい並んでるのが。じゃあちょっとせっかくですからいっぱい例はあるんですけど、ディズニーランドのお話だけねちょっと一つだけしていきたいなと思います。
デザート行ったことある人全員ですよね。これ実は毎回聞くんですね。公演も年間百何十回やってますので、セミナーと。ですから毎回聞くんです。で、沖縄から北海道まで必ず聞くんです。そしてもう全員がですよ、沖縄の男子高校生に至るまで全員手挙げて、これがディズニーランドです。ディズニーランドはやはり期待に応えるからです。おかげさまでディズニーランド、別に私はおかげさまでと言うんですけど、26周年、27周年、26周年は周年と言わないかもしれませんが、約そんなもんですよね。私も実は44歳だったので、高校1年の時遠足行きました、ディズニーランド。いや、今と違うんですよ。その頃はもう平日はお客さんいなかった、その頃の話です。で、私も男子校だったので学ラン来て行ったんですけども、遊園地だと思って行ったのでディズニーランドが知りませんでしたからね。で、最初に乗ったのがピノキオでしたから、ジェットコースありませんかって言ったらピノキオ教えてもらって乗って、なんだこの遊園地はってすげえなと思ってですね、なぜかやっぱりシンデレラ城の前でうんこ座りこれ撮ってましたけど、そんな時のお話です。その頃からね、やっぱりディズニーランドっていうのは期待に応えているんです。私がお話をするので飲食店のお話をしたいと思います。ね、ディズニーランド、その1年目のお話です。フルサービスのね、飲食店がありました。そのちょっとお話をしたいなと思います。実はフルサービスでね、女の子がアルバイトがいました。当然ながらディズニーランドにもマニュアルはある。で、その女の子のお話をしていきたいと思います。そのお店に実は30代のお父さんとお母さんが入ってました。で、当然女の子、ね、しっかり教育されてますから、すぐにオーダーを取りに来ました。30代のお父さん、ね、30代のお母さんのオーダーを取った。そしてお子様キッズメニューを取りました。で、すぐもちろん飛んで帰ってオーダーを通したわけですね。お父さんお母さん、そしてキッズメニューを通しました。でも彼女気になってたんですね。実は何気になってたか、いつ料理を出そうかってことを気になってました。なぜかお子様がまだいらっしゃってなかったからです。もちろんね、キッズメニューはお子様しか出せません。これがディズニーランドのマニュアルです。だから彼女は聞くことにしました。あ、すいません、お母様に聞きました。キッズメニューはそういうお話をしたそうです。聞いたそうです。そしたらお母様はこうおっしゃいました。いいの気にしないでね、キャンセルしてください。あ、わかりました、キャンセルですね。彼女は飛んでカウンターの、ね、厨房の上に戻ってキャンセルをしました。そしてお父さんお母さんのメニューを運んできました。でも彼女気になったんですね。もしかしたら私の言い方が悪かったかもしれない、もしかしたら今からお子さんが来るかもしれない。だから彼女はもう一回だけ聞きに行こうとしたんです。すいません。そしたらお母さんこうおっしゃったそうです。いいの気にしないでね。あ、そうですか。でも彼女は気になったんですね、そのお母さんの表情を見て。だから彼女はもう一回だけ聞きました。私の言い方が悪かったかもしれない、今からお子様いらっしゃるんですか。そうしたらお母様はこうおっしゃったそうです。実は30代のお父さんお母さんです。結婚して十何年になります。去年ね、ずっと十何年間子供ができませんでした。ようやく去年子供を妊娠しました。でもって言ってました。でもだから今日は3人で来ました。ずっと今日が来る予定の日だったんです。だから今日3人で来たら、今日この日を供養にしようね、今日3人で来たら子供のことは忘れようね、お母さんはそうおっしゃったそうです。彼女はその話を聞いてすぐに戻って、キッズメニューは、ね、今日からマニュアルです、決済です、店長に通して、店長も決済を取らないですぐにキッズメニューを作って彼女に運ばして、彼女が料理を運んできました。そしてそのお母さんはそのキッズメニューを見て号泣されました。これは、ね、朝日新聞の翌日、朝日新聞に載った投稿に載った本当のお話です。もし彼女がもう一回聞かなかったら、もし彼女がもう一度聞かなかったら、もし店長が決裁を取ったら、そのお母さんは一生忘れなかったと思います。これがディズニーランドなんです。だから期待、みんなが何回も行くんです。私ね、カストディアの話を初めに書きました。
よかったら見てください。カストディアルの、ね、掃除のクルーです。本当に蹴っ飛ばしながらゴミを片付けてますよ。ね、我々を、並んでる我々をね、楽しませてくれる。掃除スタッフがですよ。掃除スタッフにこうやって聞いたんですよ。このパレード何時ってお母さんとお子さんに来て聞いたんですって。なんて答えたんですか。パレード3時ですよ。今3時半かもしれませんけど。ね。ディズニーシーはちなみに2時半ですよ。ミッキーさん2時59分59秒になるとミッキーさんは3時に飛んできます。ミッキーさん2人いませんからね。ちゃんとあの30分前でご座引いてくださいね、はい、ね。でも3時って答えますか。そのね、カストディアル、ね、掃除スタッフは3時15分頃って答えたそうです。すごいでしょ。何でか分かりますか。そこをパレードが通る時間を教えてくれたんです。それだけじゃありません。プーさんは3時25分後だって答えたそうです。すごいでしょ。お子さんがプーさんのグッズをいっぱい持ってたんです。だからみんな行くんです。我々飲食店はね、確かに近所からですよ。でも我々の飲食店も全部ノーはないんです。ですからあの、まあ、今日は飲食店の話じゃないんですけども、ね、やっぱりどんな期待にもね、やっぱり答えてこう。リッツカルトになってね、1泊6万3850円ですよ。最近ちょっと楽天トラベル取ると安いですけどね、一人でも二人でも。でも競ってね、これ有名な話でしょ。一人のお客様20万円まで使っていいんだから、みんなお客様喜んでもらうために競って話をしてるんです。あ、もうとっくに、はい、まだ、あ、もう少しね、はいはい、ね、あの、ということです。ですから我々の飲食店に限らずね、やっぱりどれだけ我々がこのビジネスにおいてお客様にどうやって期待を伝えていくか、そしてどうやってその期待に応えていくか、それが今まで共通している単に安売りとか方法ではなくて、やっぱり若い人もちゃんと行く理由がないと来ません。ですからそこら辺をしっかりマーケティングも含めてやっぱりちゃんと見出していくというのは必要だと思います。じゃあ鳥さん、はい、ここに入る文字は何でしょうか。今やるべき効果的な戦略とは何でしょうか。これは絶対分かんないですね。読んでいただいている人は分かるかもしれない。はい、もう答え、はい。これあのよくピンポイント戦略って決してね、さっきから申し上げたようにそのお金をかけようとか、その実はあのバームクリームもね有名なのありますよね。あれも私のプロデュースで、そもそも、あんまり言えないんですけども、すごい苦しんでるところから7年前に私はコンサルタント依頼を受けて、そこから、立て直してバームクーヘンが爆破たりして、今いっぱいテレビに出てらっしゃいますけども、本当に7年前は別の世界でした。で、決してね、やっぱり私が仕事いただくのは同じ先生と言われてるんですけども、全然違うんですね。私の仕事っていうのは完全な実務家なので、例えば、ね、有名な占いの先生も先生だし、ね、あの昔ここであの占いコーナーに私の本を売っていただいてることがあってですねなんて占いなんだろうと思って、細井和子先生の間に私の本を入れといたんですけどねこれじゃですね、この空気で、はい、で、まあ、すごい先生ですよ。例えば、占い先生も、ね、精神科医の先生も本当に、素晴らしい仕事だと思います。でも、薬を調合していく。私ね、同じ先生でも全然違うんですよ。ちょっと言い方ありと悪く言うと、本当に首をつってその足を支える仕事なんですね。本当に明日売り上げが上がらなかったら、明日本当に子供を養っていけないんです。だから私は人生そのものをと皆さんと一緒に共にしてて、別にお店を作ったり事業をやることじゃなくて、その人のやっぱり5年10年を一緒に共にしていくんだと。それがいつもお話をするこの時が一番大事なんだよってお話をいつもしてて、このタイミングがどんな状態でも一生懸命10人でも2人でも100人でも200人でもこの瞬間をね、私の時間を預けてくれてるので、それで一生懸命お話をしようと思ってるんです。で、結果的にこのピンポイントってのは一つ例で言ってるんですね。ただやっぱり腹に決めた時からスタートします。絶対いつもお話で約束してるのは、成功するってことを腹に決めてほしいと。私がこんな言い方喋っても、ね、怪しいでしょ。外見も怪しいんですけど、最初に言わせとなきゃいけなかった。昔スキンヘッドだったんですよ。貧乏大脱出とかね、世界救済計画とかテレビやってる時はね、あの大体ディレクターが泣かして、先生どうぞ俺が泣かしたのかよみたいな、昔のね、貧乏が脱出する中継出版が出て、受験出版に出してる本を見ていただくとね、スキンヘッドですから。それでいろんなとこ行くと、ね、お金払って呼んでくれてるのみんな手触れてるんですよ、ね、で最近髪の毛生やしたらこの怪しいって言われてですね、偽物外人って言われて、この間はトントンって起こされて、
デュークサラエさんですかって言われて違いますよ違いますよって言ったそうですよねって言われて起こすなよと思いますけど、そんな人生を歩みつつってなんで自分が反省してるのか思いませんか。うちの夫がねこの間テリーとに出るねって言われて踏んだり蹴ったりなんですけど、でもね、でもやっぱりどんな時でもね、20代でも30代でも40代でもやっぱり腹に決めてくれないと絶対変わらない。だからそのね、そこはしっかりとね、やっぱり腹に決めてそれをスタートしてほしいんだっていうのは思いはしてます。一つだけね、だからピンポイント戦略って話だったんでご紹介を本なんかしておくと、とんかつ屋さんのこと書いてます。ここも同じようにやっぱり苦しんでました。1ヶ月に146万円半年で74万まで下がってた。でそこで依頼があってコンサートに来ました。で、大井増田歩いて数十分、入り口が止まった道の奥でね、通り抜けできなくて駐車場2台しか止まれない。そういうこと、食堂みたいなとんかつ屋さん終わりですか。すごいパワープレイだと思うんですけど、ね、でもそうですよね、そうですよね。そのとんかつ屋さん、それで雑誌社のねの方が依頼でコンサート行ったんです、ね、それでコンサート行きました。でとんかつ行ったんです。で20年満を期してですね、もう割烹料理屋 で働いて20年間お金を貯めてとんかつ屋出した。でも74万円まで売り上げ下がった。なんでだろうなんでだろうって言い出したんですね。だ食べて美味しいんです。今はもう平田牧場有名になりましたけど、その頃は有名じゃなかったですよ。もう何十年も前の話ですから。それこそ三元豚ね、昔は三元豚だったんです。三元豚、まあ、五元豚もちなみにね、五元豚は雑誌じゃないかと思うんですけども、ね、三元豚までがいいんじゃないかと思いますが、三元豚の豚をね使ってた。それこそ、高島さんにあるねとんかつ屋さんの桃園、豚と一種交配種が違わないね、桃園豚使ってた。あ、桃園豚、銀杏豚使ってました。で、なんでだろうって調べてたんですよ。ジューシーで美味しいし、油も二重で揚げてるしね。で、それこそお米だってこだわってるし、ソースだってオリジナル作ってるしね、キャベツもおかわり自由だし、ジューシーで美味しいし、揚げ方もすごいしね、肉もすごいなと思ってるんだけども、なぜか売り上げが下がってる。まあ、田舎町ですからね。で、調べてどうしたかって言ったら、まあ、結論的に言うと、ね、物足りないんですよ。ちょっと、とんかつ違うなと。まあ、結果的に極端にそういうことなんですよ。じゃあ、どうしようかなと思って、お金がないんで。で、どうしようかなと思って、まあ、普通は料理を変えたりね、内装を変えたり、エプロンでしたから、ユニフォームで変えたりするかもしれませんが、お金がなかったんで、まあ、とりあえずこだわりがあるわけですよ。これが、やっぱり大きな問題なんです。いろんなお店はこだわりがあるんだけど、やっぱ伝えてない。これ言わなきゃ頑固だよ。二度揚げして、肉こだわって、ソースこだわって、ご飯炊き方までこだわって、おかわり自由だ。この5つを何にも言ってない。だからどうしようか。じゃあもうお金がないんで、クロスだけね、カッターで切って、紙で貼ってね、400円で買ってきて貼って、入れ替えて、テーブルクロスで借りて、3万円だけお皿で借りてね、全部で10万、20万だけ。あとは、とにかくこだわりを看板に書こうって、中の看板に書いて、外の縦看板に書いてね、ランチョンマットまでこだわりつつ書いて、ビラまで書く。さあ、これどうなったか。お客さんがビラ見て、外の看板見て、中の看板見て、ランチョンマットまで5つのこだわり見るから、コント食べた瞬間、美味しいってね。で、結果的に、ね、ここのお店は座るまでが勝負。で、結局売り上げ240何万まで戻って、今3号店です。ですから、決してお金をかけるだけじゃないし、今言ってる伝え方の問題も含めてね。ですから、飲食店っていうのはあくまでも、私も別に飲食だけじゃないんですよ、本当は。一般の企業のコンサルティングもいっぱいやってるので、ですから、建設業が全部やってて、ただ、イメージがどうしても飲食業が多いので、そういう本がどうしても多くなっちゃうんですけども、本当の思いや方法ややり方はどんなビジネスも共通することは書いてますし、もうこれ最後まとめで話してますけど、そういう意味でやっぱり今のあり方や方法やり方全部のビジネス一応恋愛まで聞くつもりで書いておりますね。ですからそういう役割も書くつもりで書いています。まあ、ちなみにいろんな商標になぜ4行目でダメなんですかって質問があったのでなぜ4行目はダメかってことは著者は答えてないってことが新聞に書かれていましたので別に4行目でもいいです3行目4行目あたりと書いてるつもりです中では3行目で限定したのはこの方ですこれもね面白いこと書いてますね。Z の放送とかいろんなこと書いてますけど、まあね、自動販売はラジオとかテレビで言ってくれてるのはあれはダメですよ。スーパーとかコンビニは左上にやっぱり一番上に特徴が出ます。コカ・コーラはそもそもほとんどコカ・コーラ居酒屋だったらお茶が置かれてる、ね、ですからそういう、待ってるスペースが待ち合いが多いところはコーヒーが置かれたりする。でそういうことのやっぱり理論が世の中にいっぱいあるのでやっぱり全部共通してます。やっぱりそれがマーケティングの基本だからね。それを今のやり方や方法
それを含めながらちょっとずつ書いてるので、多分読みやすいと思うのでそんなに難しいことは書けないので非常に実際見ていただいてね、はい、なんでよろしければ私がサインすると価値が下がると言われてますけど何でもしますのでぜひ購入していただければなと思っております、はい、じゃあとりあえずね今日ちょっとこれで、はい、時間も来てますのでお話は終わりたいと思いますけども、はい、本当にね、ぜひ買っていただいて中を読んでいただいて、はい、お役に、ね、立てればいいなと思ってます。またそして皆さんのね授業や、皆さんの生活もねより良くなることをお祈りしてお話のは終わりたいと思います。ちょっといろいろダラダラと早く端的なお話をしまったのでちょっと聞きづらかったかもしれませんが、ご清聴どうもありがとうございました。ありがとうございました。せっかくこういった機会ですので受けたらと思うんですけども、ね、いかがでしょうか。じゃあどうぞお願いいたします。どうも楽しく聞かせてもらいました。ありがとうございました。実は私も飲食店を、テスティーよかったら、オープン、はい、よくね来年のやっぱりそのテーマはまず一つが流行るだろうなって言われてるのがノンアル、この形を取りながら、ノンアルコールが少ししかないんですね。で今女子会カクテルとか女子会とかホールフードっていうのは日本の場合は去年流行ったんですね。ホールフードって本来アメリカで言うとその玉ねぎの皮まで料理で使いましょうって言うんだけど日本の場合屈折伝わってくるのでどうなったかっていうとそのままフルーツをカクテルに入れて使いましょうとか例えばチョコレートをコーティングしたメロンが出てきたりとか鶏を丸揚げ一匹出しましょうっていうのが去年流行ってます。その中でどんどん今ドリンクが変わってきてるんですね。別にそのハイボールだけでが切り口じゃないんだけどもいろんなお酒から今度は飲み方からその食材に対してドリンクの幅が今広がってきてるんです。なのでそう考えていくと明らかにノンアルコールの種類が増えてきてるので、ノンアルコールの居酒屋が増えていくというのが一つ。あともう一つが食の意識が劇的に変わったんで飲みカフェが流行ってますね。飲みカフェみたいに食材に対するものに対する打ち出したそういう野菜系であるとかそういうものは結構流行ってくるっていうのも一つですね。それと、あとね併設型が増えてきます。あらかじめ初めから10坪の居酒屋さん10坪の居酒屋さんと10坪のお弁当をテイクアウトする路面店っていうのが今から増えてきます。なのでおまけお褒めいただいて違うすいません、これ昔からこの音に弱くてですねブーっていうのとピンポンっていうのが異常反応がほとんどクイズに当たらなくてですねテレビでいつもうちの子供が学校でいじめられるのでピンポンって異常な喜びを感じてしまいます、ね、ですから何の話が飛んでしまいましたがそうですねやっぱりテイクアウトとかやっぱり